つ撮りで。おはようございます、かずあちゃん。おはようございます。今回は、初の試み、はい。ちょっとショートボード縛り。はい。かずあくんにはやっぱりこの、ちょっと今、ロングボードすごい調子いいっていうことなんで、はい。そこをね、あえてやっぱショートボードで、もっとコントロール性と、うん。もっとサーフィンって感じをちょっと味わってもらったら。味わいたいですね。はい。多分今日結構やられると思うんです。ちょっとボコボコにやられる。ボコボコにやられると思うんで、はい、ちょっとやっぱりその鍛えられてきてる体をさらに、はい。ボコボコに行こうかな、みたいな。ちょっと行きたいですね。はい。で、ボコボコに。まあやっぱ大人のお金の力、うん、文明の力を借りて、ウェイプールに、行きましょう、うんうん。行きたいですね。はい。そこで練習して、はい、次のステップを目指して。次のステップを目指して、ブーストですね。ブーストですね。はい。チャレンジしていきます。そんな感じで、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は行きましょう、ショートボード。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。波、良さそうですか？どうですか？波当てましたね。初ショートボード、初ショートボード、ね、静岡で。静岡で昔ショートボード経験は、ショートボード経験はまあ持ってたぐらいですか？持ってたぐらい。実は持ってて、飾ってたぐらいですか？経験は持ってた。経験は持ってたぐらい。経験持ってた。お金で。やったことは？やったことはないですね。リアルにない？リアルに、いや、だからでも一回借りてとかぐらいはあるかもしれないけど。漕いでみたのは？漕いでみたぐらいはあるかもしれないけど。がっつりやったことはないですね。いや、今日が初の、がっつりで。はい。乗れんのかシリーズですね。まあ乗れると思いますよ。はい、これは。これいけるでしょ。いい板なんで。思った感じ良かったでしょ。これは大人のショートボード。大人のショートボードです。はい、楽しみですね。ちょっと行って、うん、そして大人の波乗りしましょう、はい。お願いします。大人の静岡の遊び方ってやつを。そうですね。はい、ちょっと大人楽しませてもらいましょう。このぜひ、はい。お願いします。お願いします。お願いします。お疲れです。お疲れ様です。どうでしたか、初ショート。いや、もうこれがショートボードやりますね。ショートボードに転向します。ショートボードに転向。大ちゃんは釣り師へ、家族はショートボーダーへ、はい、ショートボーダーになりますね、はい、意外にいけた。意外にいけたし、ハマりましたね。ハマっちゃった。あのレールトゥーレールの気持ちよさに、はいはい、もっとサイズある時あったらやばいから、ね、あ、サイズある時に、ね、とりあえず今日の夕方に、はい、あのやってもらって、はい、感じてもらったらいいかな、みたいな感じで。感じたいですね。はい。プールで。はい、プールで。じゃあ今からお昼ご飯行きましょう。はい、お願いします。ちなみに今からお昼ご飯は何食べますか？あの、ライライテですね。ライライテ。あ、ライライテ行くんですね。なるほど。こちらのうなぎ屋さんに。うなぎ屋さんでお願いいたします。はい。オスですね、オス。うなおっていうらしいです。うなお。いいじゃないですか。これはもう僕の名前にかけてこないといけないと思ったんで。あ、なるほど。ユージの。はい、オス。オスジ。来ましたね。うなお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 。ってかーん。僕らのね、再生の、ちゃんと、かえこ、うなお。ネームが出てますね。グルメ、全く飲みないグルメ。静波ウェイプール、来ました。いや、ついに来ましたね。どうですか？やってきました。やってきましたよ。やってきましたね。この日のためにかなりあのトレーニングするんできた。今日この日のためにも北海道、今日初のショートボードで北海道行って沖縄行って、はい、で北海道ではどんなトレーニング積まれたんですか？北海道ではあのトマムであのヤギに餌あげてました。ねえねえ、沖縄では沖縄ではまあまあサーフィン知ったんですけど、あのミッドレングスで、そうですね、青森飲みながら、はい、サーフィンしてたんですけど、ようやくでもこの日のために、はい、しっかりと体絞ってきたし、はい、まあ、今日はちょっとテイクオフと、そうですね、準備万端で、アップスダウンカレーで、そうですね、はい、しっかりとカットバックしながら、ちょっとやっぱ文明とお金の力を使ってサーフィン上手くなろうっていう、そうですね、企画なんで、最短距離で、最短距離で、はいはい、最短最速でやっていきたいと思いますね。やっていきましょう。まあ、素晴らしい板もゲットしたんで、はい、頑張っていきます。頑張っていきましょう。お願いします。おっす、おっす。
お疲れです。あ、お疲れです。初めてのウェイプール経験してどうでしたか？いや、初めちょっと難しかったし、この音と周りのあのギャラリー、めっちゃ緊張したんですけど。めっちゃ緊張するでしょ。めっちゃ緊張したんですけど。音やばいっすよね。音やばいっすね。でも、ケンジロウさんが一発こけてるの見て、ちょっとリラックスできた。一発目。僕は一発目から乗っていったから、はい、すごいプレッシャーやったんですよ。一旦こんなになってましたからね。どっちが先やったんですか？あ、ケンジロウさんが先やったんですね。そうなんです。で、ケンジロウさんが2番目やって。そうです。プレッシャー与えられて。めっちゃプレッシャーでしたね、もう。めっちゃプレッシャー与えられて。はい、大体もう、とも思いましたからね。うん、そっから行くみたいな。でもそっからまあ乗れるようになってからは、やっぱ毎回同じ波やから、反復練習で、はい、なんか分かるっすね。もうちょっとこうやってとか。そうっすね。で、まあテイクオフももうテイクオフなんか空じゃなくなってくるから、だからライディング重視の練習ができるかなみたいな。確かにそうっすね。こう反復練習海ではできないって。反復練習、波違うからね。波違うから。行こうと思ったら横からね、若い子にヘイって言われる。ヘイって言われがちなんですけど、はい、おっちゃんヘイ言われちゃうから、はい、まあこれすごい練習いいかな。練習慣れますね。ショートボードの繊細さもやっぱり勉強になります。ちょっと感じれたし、これで多分すごいレベルアップすると思う。そうですね。そのロングボードにも生かしたいし、はい、まあ、仕事にも生かせれるですね。プライベートにも生かしたいですね。はい。まあもうほんまにコツ掴んできたら、あとはもう後ろ足下げたり、はい、まあ、ちっちゃなコツはいっぱいあるから、そうそう。それを徐々にやっていって、徐々にやっていきたいです、ね。動画を見て、はい、勉強して、はい。年内にはエアかなみたいな。人生初のショートボードやのに。人生初のショートボードなんです。年内エアは難しいですね。才能があるんでしょうね、加藤君は。人生初のショートボード、はい、はい、乗りまくってましたから、はい、はい、いや練習してたんでちょっと、はい、あのベニトラで徐々に板短くしていこうかな。板を短くしていって、はい、最終的にボディーボード。まあビートバンカー、僕みたいな極みに行っちゃうんですよ。極みスキムボードとか。スキムボードとかね、そっちに、まあ、どんどん短くなっていくでしょうね。はい、なっていくんですよ、絶対。結果そういう風にちょっとスキルアップしていきたいですね。はい、よかったっすよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだお願いします。まだやりましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。おっす、おっす、おっす、どうも、おっす、おっす。ありがとうございます。